か、はい、見てください。はいはい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、どうぞ、はい。これは何ですか？ここはリングです。リングですね。すごいですね。そう。これどうやって作りましたか？うん、忘れちゃった。自分でやったの？ジムレじゃないです。買いまです。買いますですか？そうです。高いですか？わあ、5万。5万。5万。円？バツ。高いです。あれすごいですね。こっちはジムで作るまで。こっちはジムで作ったの。これジムで作る。これ初めてです。初め自分で作れるの。そう初めて。兄最高です。兄ニュー。あこの これを買ってきて作ったの。そうですね。貸しまっても、うん、これが作る。ああなるほどなるほど、うん。そうですか。いいですね。これからいっぱいありますね。これから。リング、MMA リングです。MM リング。なんで作ったのこれ、MMA。ちょっとはジムレが、うん、モエタイ MMA が、うん、今ヘッニコ。そうかそうか。シュートのチャンピオンだもんね。シュートじゃん。MMA のチャンピオン。それからも今ジムレのこと、うん、モエタイ、モエタイのこと、MMA のことね。両方教えれるもんね。これはサンドバッグですね。そうです。変わりますね。これもあ自分でつけたんですか。そう。買ってきて。はい。これも高いんですか。ここは高いくないですね。高くないんですか。これ何？どこのメーカーですか。ちょっとこれタイのやつ？新しいのです。新しいのゲームで。新しいメーカーなんですね。はい、メーカー。まあ、これ何？あこれはあれかよくあるやつですね。ボディ。パンチングです。パンチングのやつですね。はい。あとほら。うんうん。大きい人、あと小さい、これが小さい人、子供の人。おそうです。そうか、子供も多いもんね。そういいですね。これいいね。うん、あ、結構柔らかい、柔らかいです。柔らかいです。本当だ。本当に血合い似てるよ、ほら。本当だよ。大丈夫よ、これこれ。あすごいよ、グラップリングできるじゃん。ね、グラップリングできますね。いいですね、これはね、うん。これでも試合ぐらい、試合のケージぐらい。そうですね。結構大きいですね。うん。楽しいですね。ここがトイレ。あ、トイレですか。男の子供のトイレ、あと女。ああ。これが前のうち、前のホルの試合です。どれ？チャチンが。ああ。まさかつぶえたがいますね。まさかつぶえたが。ああこれがシュートのチャンピオンのやつかですね。テレビもある。そこ走るやつ。そうなんでこれ外走らないんですか今。あ危ないか。 あるです。あ外も走るけど、うん、朝走る、うん、3時走る、うん、練習終わったなら、うん、ちょっと夜ですね、うん、それから。あ暗いからここで走る。あ 先週は1日3回走る、うん、そんなに走る。そう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 。朝3時、練習終わったならもう1回走る、うんうんうん、3回も走るんですね。いろいろある。ダンベルもありますね。いいですね。筋トレもできるし、うん、いいですね。ここがグローブ。ここ僕の前のベルトです。お前の若い人、若い時、若い時が、IMA、18歳、19歳かな、これ。うん。あれってよ、ジムレの選手です。選手のやつですか。はい。ここいっぱい。そうね。これ、うん、日本でしょ、これ。どれ？ほら。あ、日本のやつ。それ古いでしょ、これ。どこ？これ、1998。あ、本当は後楽園ホール。古い。K1 のやつは？ K1 は、うん、あれ？トロフなくしちゃった。みえちゃんがもらえた。日本に置いてきちゃった。そうだね。そうか、そうか。あれ？これ、ここも、うん、これどこかな？これ、日本でしょ、これ。これどこ？これが、目が悪くて見えねえや、yeah. うん、マーシャルアーツ日本キックボクシング連盟、後楽園ホール、yeah. うんうん、
これがもう古いね。それ勝ちますともらえますか。そうでね。おお、かっこいいですね。いっぱいですね。え、これ全部ソムデートのやつ。はい、先あそういう僕先週のやつじゃない、ね、あ自分のやつなんだ。すごいいっぱいありますね。一番古いならもう、すごい古いよ。あの、10歳、11歳。すごい、これは古いよ、これ。そんなあんの？これは、でかいな。一番古いよ。一番古い、ちょっと危ないよ、大丈夫？大丈夫、大丈夫。一番古いけど、一番大きい。すごいよ。一番が古いよ、これ。すごい、僕、子供の時よ。そう、そう。子供の時よ、これ。え、な、何のタイプ？これ、ワントンシャイの。古いよ、これ、すごい古い。すごいですね。一番が古い。かっこいいですね。そう、これ。あと、一番古いは、あと気をつけて、まあ、タイは芯がないからね。大丈夫、うん、これあこうか。それからこれ、はいはい、これこれもうこれこれ一古いこれこれすごい古いよ、うん、これ古そうよ本当。これもの時よ、うん、これ僕まだ10歳11歳だけよ、そう10歳11歳そう今は49歳でしょ。古いでしょ、これ。古いですね。これとこれとこれ3号は一番が古いんだ。すごい古いよ。これファイトマネーもらうね、子供の時でも。そう、もらう。いくらもらうの、さ子供だったら。姉試合1回なら5000バーツくらいかな。あとここはここは、うん、あと12万13万円です。円か。はい。すごいね。古い。いっぱいありますね。ここがパリと。パリで試合したの？そう。これから。パリから。パリで試合したことなんてあるのかいな。本当だ。古いでしょ、これ。フランス語か何語か分かんないけど、そういっぱい試合しましたね。すごいかっこいい。うん、古い、はい、ここも、はい、ここもは古い。これは16歳だっけ。16歳だっけ。はい。何か。16歳からもらいます。すごい、ね。父親なら。何歳から試合出たの？僕初めては7歳です。7歳。で今ニンノン君何歳だっけ？ニンノン今6歳です。すごい。6歳は練習でしょ？うん、6歳練習なら7歳試合でしょ？ニンノンは4歳から練習でしょ？すごいな。今6歳でしょ？試合。今1回試合行ったこと。すごい。サモデトより早いんだ。古い。でこれグローブは売ってるんです。じゃあ僕もグローブとミトも作るです、うんうんうん、ちょっと待ってね、はいはい、ほらこれもかっこいいグローブですね。いいですね、かっこいいですね。あとミトもこれ売ってるんですか。はい。いくらですか。これは忘れちゃった。あの分からない。のんちゃんにしか分からないな。ここもここ、おーミットかっこいいね。これパンチとあキックも持てる感じ。キックもある。パンチもあるです、うんうんうん、かっこいいですね。これ何誰が書いたの。ソムデト。そうですね。僕は8大好きですよ。そうかそうか。山本キッドのりふみと一緒だね。8が好きなのね。8がです。意味は、うん、8は、うん、パンチング変えるでしょ、うん、タイパンチングパンチ。8はパンチのことなの。そう、パンチングはパンチングでしょ、ね。うん、それから意味は、うん、家小さいから、うん、大きいまででしょ。あ、8の初めては、そうでね。
だから大きくなっていきたいから。あ、そう、そうなんだ。そういう意味があったのね。それからそうです。知らなかった。チアイでしょ。ハチは。犬はカムでしょ。あと、ゾウさんはこれでしょ。ゾウさんは。よ。タイガーはカムでしょ。カムでしょ。で、ハチは刺す。そうでね。刺す。刺すなら、と、あと意味の家は初めて小さいでしょ。大きくなってきて、それかほうきが欲しいです、うん、そうですね。でも大きくなってきましたね、ジムね。よかった。これ1日いくらだっけ、練習1日は、あここい1みんな一緒になら、うん、みんな一緒になら400バーツでは、うん、ヒットリーはマンツーマン、あ、うん、5500バーツ。 あんまり変わらないんだね。じゃあ、うん、あと100バーツだ。100バーツだけ。マンツーマンだとソムデとか教えてくれる。そうですよね。あ、じゃあ初めてだったらマンツーマンがいいかな。そうだね。だみんな一緒は、みんなと一緒にやるの？もう、先週は何が欲しいならもう大丈夫でしょ。1ヶ月とか1週間とかあるの？1ヶ月は、うん、7000バーツ。8000バーツ。ただ1万バーツなら朝昼練習。朝昼練習。で7000、2回練習。そうですね。7000バーツは1回。1回。OK。OK、OK。今、選手何人？選手多いでね。いっぱい。あ、本当にプロなら。うん、ほうなら大きい人なら3人がある、うん、あと12歳13歳でもバンコク試合よ、うん、プロよ、うん、5人ある。5人全部は 8人のプロです、うんうん、多いですね。そうです。 みんなすごいよ。プロじゃない人は多いですね。いっぱい練習きますか。練習だけ多いです、うん、5人ぐらいかな。1日いっぱいです。これも多いですね。これもでも3時から試合の人、うん、3時から試合の人、プロの人、うん、練習します、うん、5時から学校、うん、終わったならみんなが行きます、うん、もっと優しい人はフィットネス、フィットネスもあるです。あります。それは何時からですか。5時から。あとフィットネスは、うん、学校終わったなら、うん、お父さんお母さん、うん、あと子供みんな一緒、みんな一緒に、うん、じゃあ3時からプロです、ね、5時からフィットネス。そうだね。僕は 2時間練習です。2時半送ります、うん、走る、うん、スイッターは練習、5時終わりました。腕立て腹筋が朝も同じ、もう同じです、ま、毎日日曜休みか。日曜日は夜だけ、うん、朝は同じ。あ、そうなの、うん、夜だけ休み。そう、朝は日曜日やるんだ。でミット持つ人は、持つ人今は私、うん、4人です。今4人いるんだ。はい、いっぱいだね。あと、うん、プロの人は2人、僕3人、あと1人は子供、うん、あ、子供のミート持つ人。ちょっとおじちゃん、私の先生の子供と全部見ます、うんうん、大きい人、私とあと先生がある、見てくれます、うん、ムエタイやった人ことない人も大丈夫ですか。初めてやります。大丈夫です。大丈夫怖いないですか。怖くないです。優しいです。グローブはない。グローブないわ。グローブないなら銀、うん、使っていいですか。もし買うならもうあるでしょ、うんうんうん、オッケーオッケー、分かりました。ありがとうございます。はい、ポンカポンカ。